第二次世界大戦中の北極海における輸送船団では第二次世界大戦中にソビエト連邦を支援する連合国軍の輸送船団とそれをめぐり北極海及びノルウェー海で行われた軍事行動について述べる。凍りついた20インチ信号塔。塩素船団を護衛中のシェフィールド艦上にて撮影1941年6月にドイツは 独ソ不可侵条約を破り、ソビエト連邦に侵攻を開始した。これに対しアメリカ、イギリスは、レンドリースポーによるソ連への物資や兵器の援助を決めた。援助物資輸送ルートについては、太平洋ルート、イランルート、北極海ルートがあった。北極海ルートは、距離が最も短く、船舶利用により大量輸送が行いやすいルートであった。 援助物資の総量のうち、およそ2分の1が太平洋ルートを、およそ4分の1ずつがイランルートと北極海ルートを経由した。重量ベースでは、およそ400万トンが北極海ルートによって運ばれた。物資を運ぶ輸送船団はイギリス、またはアイスランドに集結し、ノルウェー海からバレンツ海を通りムルマンスクあるいはアルハンゲリスクへ向かうルートを通る。しかし、 ノルウェーはドイツが占領しているため、なるべくそこから離れた決氷海域を航行した。それでも、輸送船団はノルウェーを基地とする航空機や水上艦艇、U ボートの攻撃にさらされた。最初の船団は1941年8月21日にアイスランドを出港した。そしてドイツ降伏後の1945年5月30日までに、 合計で78の戦団がこの航路を行き来した。ありがとうございます。